まぶたとは、脊椎動物の魚類を除く多くの種にある、顔の皮膚から連続して、眼球を上下から覆い保持する、不透明で開閉式の器官。まぶたという字からもわかるように、眼球の蓋のような役割を果たしている。眼犬とも言う。上側を上まぶた、下側を下まぶたという。筋肉、脂肪等の組織により構成される。 外側は皮膚であり、その動物の顔の他の部分と同様に体毛が生えていたりする。通常は目を開けている時も上下のまぶたの間隔は眼球の小道より狭く向きが動く眼球も頭に位置を保持している。人為的に品種改良された小型犬は衝撃等で眼球がまぶたよりも外に露出しやすい。また、 まぶたを眼球より大きく開き眼球の半分以上を露出させることをゲートしている人もいる。まぶたの開閉上下のまぶたのうち、片方がある時に動き、筋肉によって伸縮して開閉したり開いている幅を調節したりする。哺乳類では上まぶたが開閉する。目を開けるといえば上下のまぶたを離して開けることであり、目をつぶるといえば上下のまぶたをつけて閉じることであり、 上下のまぶたの間を少しだけ離して開けることを目を細める等という。また、目を開けていてまぶたを閉じてすぐ再度開くことをまばたきという。随意に開閉したり無意識に閉じられたりまばたきしたりする。まぶたの円にまつげが生えている。上まぶたが開閉する。まつげに何かが触れると反射により目をつぶる。 人種分類別の特徴上まぶたの横ひだ上まぶたのまつげの少し上に溝があって開けた時に折りたたまれて二重になるまぶたを二重まぶたと言い溝の狭いまぶたを一重まぶたという二重まぶたでまつげと溝の間の幅が狭く溝が隠れてわかりにくいまぶたを俗に置く二重と呼ぶ先天的に遺伝である一重まぶたは表記にモンゴロイドの中で 二重の溝が微速に移動して生じたとされる。これは二重では寒冷地で凍結した際に、まぶたがくっついて動かなくなるのを防ぐために環境適応をしたものである。完全に下まで移動したものを一重と言い、幅が狭いが若干上の方にあるものを奥二重という。まぶたが一時的に三重以上のようになったり、一重、まぶたが二重の状態になったり、 逆に二重まぶたが一重まぶたの状態になることもある。後天的に自然に一重まぶたが二重まぶたになることもあり、高齢になるほど一重まぶたの比率は減少する。左右で異なる人もいる。容姿への影響まぶたの形は、目の外見を大きく左右する。人は人を視認するとき目の形に注目することが多いため、心理的に重要な部位とされ、化粧が施されることが多い。 目は人が人を見分けるときに重要な部位なのでサングラスなどで隠すと要望を判別しづらくなる。二重まぶたの方が目がパッチリと見えるため魅力的だと考え、一重まぶたをアイプチや美容外科手術で二重まぶたに変える者がいる。ただし上述の通り、一重まぶたが加齢により二重へ自然に変化することがあるため、後天的に二重へ変化した人でも手術や アイプチを行っているとは断定できない。また、二重でも目の開きが少ないものもおり、目頭切開手術を合わせて行うこともある。近年は、年配者だけでなく若者も、眼検下推奨により、二重に成形するケースが増加している。これらは、保険が適用されるため、美容整形よりも安く手術が可能である。ただし、あくまでも、 症状を改善させるための手術であり、極端に幅を広くしたり、末広がりの二重を平行にするなど用紙が著しく変化するものは不可の場合がある。日本国内においては二重埋没法、二重眼鏡下水の2種類が主流な手術法として確立されている。その他まぶたの筋肉が衰え、まぶたが伸縮しづらくなると、 目を開けるのに額を動かして、まぶたを持ち上げるために眉毛も動き、額へのシワが形成される。片目は開けたまま、もう片方のまぶただけ瞬きすることをウィンクというが、幼児には難しいことから、この行為は脳の発育の目安の一つとされる。鳥類の瞬膜、まどか膜とは、脊椎動物の多くの種にある、開閉式で眼球を覆える、半透明の膜。 まぶたが顔の皮膚と連続して常に露出しているのに対し、まどか膜は目の中から出てきて眼球を折ったり開いたりする。したがって、まぶたがある種では、まぶたと眼球との間に位置する。また、まぶたが垂直方向の運動をすることが多いのに対し、まどか膜は水平方向の運動をすることが多い。蝶類、爬虫類、無雄量生類、魚類の一部は、 窓科膜が発達しているが、哺乳類では退化している種が多い。多くの魚のように窓科幕もない種もあれば、まぶたと窓科膜の両方があり二重に眼球を覆える種もあり、まぶたがなく窓科膜だけがある種もある。ありがとうございます。